早稲田大学の千葉と申します。本日はこのようなタイトルで発表させていただきます。で、我々長年老化の研究をしてまいりまして、細胞の加齢減少制御を、創薬に応用しようという活動を、また、新たにここ数年進めて、いっております。で、健康寿命の延伸を実現するというのは、政策目標にもなっておりますが、寿命や老化っていうのは、化合物で制御可能であるというのが、少なくとも動物実験では10年以上前から実現しております。実は人ではどうかという問題も、人で可能かどうかという段階ではなくて、人でいつ開始するか、いつから行うかというふうな段階に、ほぼ来ていると言って過言ではないと思っております。で、我々は独自の、創薬探索系と、標的に関する技術というのを利用しております。その技術を使いまして、4つの、創薬標的分子と4つの化合物というのをすでに同定しております。で、我々アカデミアですので、基礎研究に特化しまして、これらの技術から出てきました抗老化創薬シーズというのを研究開発して、いずれかのタイミングで、企業に導出したいというふうに考えております。で、本日は、ファーストインクラスというふうに書いておきましたが、新しいメカニズムで、NASH と呼ばれる病気や、肝がんの治療薬となり得る、パイプラインについてご紹介させていただきます。で、化合物名は、コンパウンド X というふうに、表示させていただきます。で、まず NASH というのはどのような病気かということで、ご存知ない方も多いかと思いますので、ご紹介させていただきます。で、非アルコール性脂肪性肝炎、ノンアルコホリックステアドヘパタイツの、頭文字を取って NASH というふうに言われております。で、どのような病気かということですが、いわゆる脂肪肝ですね。脂肪肝から、肝臓の細胞の炎症、そして繊維化、それがさらに進むと肝硬変、肝がん、段階的に進行して、命に関わる病気です。で、20年後には、肝がんの患者は現在よりも 37% 増加し、その半数以上が、実に NASH 患者以外というふうに予測されております。で、NASH の危険因子ですけれども、肥満症であったり、新型糖尿病。で、診断には、病理診断が必要で、いわゆる心生検、針でお腹を刺して、肝臓の組織を取って検索するという、新種の大きな診断が必要となっております。で、命に関わる病気であるにもかかわらず、まだ認可された薬が一つも存在しないという非常にアンメットニーズの高い疾患であります。で、こちらは我々のチームで作成した市場の薬の市場の予測なんですけども、現在事実上薬がありませんので市場はゼロですけども、10年以内ですね。主要7カ国で270億ドル、実に3兆円というような非常に巨大な市場が、生まれるというふうに予測されております。で、このような市場の誕生が予測されておりますので、NASH の、緊急連携ですね、アライアンスというのは市場は非常に活発でありまして、臨床試験の前のステージという意味で、創薬ステージでも、総額100ミリオン、1億ドル以上の非常に大型のアライアンスというのが複数誕生しており、今なお、活発な市場が続いております。で、これ少し古いデータになりますけども、2年ほど前に、それから10年遡って、NASH のアライアンスがどのようなものが行われたかというのを調べましたところ、数としては96件ありまして、ここに示しましたのがその約1割に当たる9件ですけども、先ほど少し紹介しました、総価格1億ドル以上で、まだ研究段階という NASH の創薬シリーズが、これだけ9つ存在しておりました。非常に大きな市場規模が期待されますので、アライアンスも非常に活発に行われている。で、こちらが技術を持っていたベンチャー企業で、そのライセンスを受け入れた大手の企業ということで、武田薬品さんやデンマークのノボ、ノルディックスなどが、活発にこの領域で、連携を行っております。皆様、新型コロナウイルスへのワクチンでご存知のように、
いわゆるファイザーが製造販売しているワクチンというのは、もともとバイオンテックというベンチャー企業が作ったものですし、まあ、モデルナという会社自体が、ベンチャー企業であります。で、また、まあ、このモデルナやバイオンテックが持っている、基礎的な研究成果を提供したのは、ペンシルバニア大学の研究者ということで、まあ、大学発の創薬研究シリーズが、まあ、ベンチャー企業を経て大企業に渡って、人認証試験を通過して、最終的に我々に届くという、まあ、今現在大手の製薬企業というのは、まあ、そういった自社で開発するよりも、まあ、どういった技術を導入するかということに注力しております。で、少し余談になりましたが、また引き続き NASH についてご説明させていただきます。で、まあ、脂質代謝異常を背景としまして、まあ、肝臓の細胞ですね。肝臓には複数の細胞があるんですけども、まあ、肝臓の実質細胞というのは、胆汁酸を合成したり、あるいは脂質代謝、糖代謝を行っている細胞ですけども、この実質細胞に、まあ、過剰に、糖質や脂質の多い食事をとっていると脂肪が蓄積してくる。で、脂肪が蓄積してくると、まあ、細胞が障害されてきて、で、細胞が障害されると、まあ、その細胞を修復しようとしたり、あるいは細胞腫を誘導しようとして、まあ、免疫系の細胞が集まっています。その免疫系の細胞が、まあ、炎症細胞と呼ばれる細胞で炎症を引き起こします。まあ、これが肝炎の状態になります。まあ、それが長く続くと、肝臓のポチ細胞という細胞が、まあ、繊維性のタンパク質を分泌して、まあ、肝臓が繊維化してくる。で、この繊維というのは、まあ、基本的に水にあまり溶けにくい、タンパク質で、線維化が非常に進行すると、まあ、臓器が硬くなるということで、まあ、肝臓が硬く変わってしまうというのが肝硬変です。で、肝硬変の患者さんの、10% 程度が、まあ、5年から10年後に肝がんに移行するということが、まあ、推測されております。で、これは、まあ、少し前に、これも、我々が調べた、まあ、現在、治験の第3相試験、もしくは第2相試験になる薬を、まあ、どの段階を治療して、NASH を治療しようとしているかというのを図示したものです。まあ、例えば脂質代謝を標的とした薬であったり、あるいは繊維化を標的とした薬、あるいは、脂質の蓄積と、まあ、炎症を標的とした薬などが、まあ、存在しております。まあ、しかしながら、まだ、日本、アメリカ、欧州で認可された薬というのは一つも存在していない状況になります。で、ではなぜその NASH の治療薬の開発が難しいかということですけど、まあ、様々な理由があると思いますが、まあ、一つは NASH 治療薬候補のガイドライン、求められるガイドラインというのは非常に厳格であるというのが挙げられるかと思います。で、第3相試験におきましては、NASH もしくは線維化を、まあ、改善するということが求められておりますし、まあ、それをクリアしたとしても、まあ、さらに第3相試験の後半の試験ということで、まあ、肝がんや肝硬変、心筋梗塞、まあ、このような、いわゆる命に関わる病気の、まあ、死亡率を、まあ、低下させる、生存率を上げるということが求められております。まあ、そのために、まだこの条件をクリアする薬が誕生していないという段階にあるのかと思います。で、これ少し繰り返しになりますけども、まあ、NAFLD、非アルコール性脂肪肝疾患、脂肪肝から NASH、肝硬変、肝がん、これは全て含めまして、 NAFLD というふうになりますけども、で、この NAFLD のどの段階を、まあ、先ほど示したような薬が標的としているかというのを、またちょっと別の角度でプロットしたもの。で、このセマグルチドという薬は、まあ、主に線維化を標的としている薬で、例えば、こちらの薬ですと、まあ、脂肪肝から、まあ、効果を発揮することが期待されますが、まあ、その場合、肝硬変とか、線維化の後半にはあまり効きがない、効果がない可能性が示唆されるということが、まあ、考えられております。で、我々の、まあ、コンパウンド X、まあ、標的 X の阻害剤ですけども、まあ、これは、脂肪の蓄積を抑制するとともに、まあ、線維化も抑制する。また、さらに、肝がんの細胞の増殖も抑制するということを見出しております。で、加えて、肝がんの予後不良マーカ
すなわち、肝臓がんの患者さんで、無糖的 X の発現が高い人の方が、生存率が悪い。発現が低い人の方が、生存期間が長いということも分かっております。従いまして、このナフルドの非常に初期の段階から、肝がんに至るまで非常に幅広い範囲で、NASH に対する治療効果が期待できるというふうに考えております。で、我々の化合物 X が標的とする分子の特徴としまして、新規のメカニズムであるという。で、これまでに知られていないメカニズムで、治療効果が期待されております。で、複数のパスウェイに作用する。で、肝がんの予防にも影響し、他の疾患にも、への、治療薬へも展開が可能であるというふうに考えております。で、お示しできるデータは、これだけなんですけども、3つの異なるモデルマウスで効果を検証しております。で、まずその NASH を誘導する特殊な治療をマウスに食べさせまして、そのコンパウンド X を投与する。で、対象群と比べまして、これ肝臓の脂質沈着、脂肪沈着を見てるんですけども、その脂肪の蓄積が抑制されている。また繊維化も抑制されているということが確認されました。で、こちらは、標的 X の遺伝子組み換えマウスと、肥満症のモデルマウスである OBOB マウスとの交配で生まれたマウスなんですけども、通常の肥満マウスは、60グラム近い非常に大きな体をしておりますが、標的遺伝子を併存させることによって、約 20% 体重が減少する。体重増加が抑制されるということが分かりました。で、一番右は、遺伝子改変マウスに対して、高脂肪食ですね。非常に太らせる食事を食べさせた場合、これも対象群は、どんどん体重が増加していきますが、遺伝子組み換えマウスは、これも 20% 程度体重増加が、抑制されるということを見出しております。で、NASH のモデルマウスというのは非常にたくさん存在しておりまして、今日ご紹介していただきさせていただきました。治療投与、OBOB マウスにして、高脂肪食投与マウスでの、効果というのを確認しております。で、我々やはり肝がんまでの効果というのを見たいと考えておりますので、NASH から肝がんを発症するモデルマウスというのも、いくつか存在しております。このマウスを使って、非臨床 POC プルフォーコンセプトの取得を考えております。で、連携いただける企業様には、この POC 所得に必要な、基礎的なデータの所得というのをご協力いただければと思います。実験の規模にもよりますが、1000万円から1500万円程度必要かなというふうに考えております。で、ここから少し繰り返しということにもなりますけれども、従来技術とも、その問題点について、少しおさらいしてみますと、なんでNASHの治療薬というのがまだ誕生していないのかということですけれども、現在治験中の薬剤では、いわゆるエンドポイントの中でもハードエンドポイントと呼ばれる、肝がん、肝硬変、心筋梗塞の死亡率を低下させるということを、クリアできる薬というのはまだ存在しています。で、NASHから肝がんへの移行について、その業態というのが、まだ複雑で、はっきり解明されていないという点も挙げられます。で、またさらに、痩せている NASH の患者さんというのも、多く存在します。欧米ですと、50% 程度、半数以上が、実にその肥満症のない患者さん、NASH 患者さんというふうに言われております。従いまして、脂質代謝の調節と、という標的以外の標的の同定が求められるというふうに言います。で、これらの問題があるため、まだ先進国では、NASH の治療薬というのが誕生していないというふうに考えられます。で、我々の技術の特徴ですけども、その NASH 治療薬として、従来技術の、問題点であったエンドポイント、すなわち肝がんの、進行予防治療効果が期待されるということが、一つ大きなポイントであるというふうに考えております。で、従来は脂肪蓄積と、繊維化、あるいはこの両方を、いずれかまた両方を標的としておりましたが、我々の新技術というのは、
肝がん、最後のエンドポイントである肝がんの治療効果までも期待できるということが、大きな強みであるというふうに考えております。で、また、本剤は、いわゆる合剤への適用も可能であろうというふうに考えております。で、なしの治療薬が誕生していないということは、肝剤ですね、一つの薬では、なかなか治療効果を得られないということも考えられますので、複数の薬を組み合わせる。組み合わせる相手としまして、我々の技術のように、なしの初期の段階ですね、ナップルから肝がんまで、幅広く効果が期待できる薬剤というのは、その合剤の相手として非常に良いのではないというふうにも考えています。我々の、化合物の MOA ですね、メカニズムオブアクション、モードオブアクションですけども、これは、プロテオスタシスと呼ばれる現象の制御であろうというふうに考えております。で、これは細胞というのは、老化していきますと、その細胞の中に、古くなったタンパク質、傷ついたタンパク質などが、溜まってきます。それをいわゆる新陳代謝という形で、タンパク質を分解して新しいものを作るというような、タンパク質の、ホメオスタシスというのが、最近明らかになりつつあります。どうも我々の化合物の標的というのは、細胞の中のタンパク質の恒常性維持、新鮮さの維持に重要な制御を行っているということを、見出してきております。で、このことが、この化合物がナシロ、あるいは肝がんを治療し得るメカニズムであろうというふうに考えております。で、想定される用途としましては、繰り返しになりますが、ナップルドに含まれる、全ての疾患で、ナップル、脂肪肝、ナッシュ、肝硬変、肝がんなど、それぞれ幅広く適用できるであろうというふうに考えております。で、またそれ以外に、抗肥満薬や、脂肪減少などの効果も期待される、と考えております。で、そのため、化粧品であったり、機能性食品といった、分野に、応用可能ではないかということも考えております。これ少し肥満症について、その疫学についてご紹介させていただければと思うんですけども、BMI が25以上、いわゆる、過体重の方というのは、成人男性では、1980年代と比べて、非常に増加している。男女とも増加している。で、統計では、2030年までに、実に 57.8% もの、成人人口、約33億人、いう人々が、BMI 25以上の過体重になると予測されております。で、従いまして、肥満による健康問題というのは、飢餓や栄養失調などよりも、非常に深刻な問題となっているというふうに考えております。で、実用化に向けた課題といたしまして、やはり、薬の開発を目指しているということで、そのターゲットバリデーションの進化というのを、強化進化というのを進めていかなければならないというふうに考えております。で、今後、NASH から肝がんへ、発症する動物モデルを使って、またさらに実験データを取得していきたいというふうに考えております。で、また実用化に向けては、肝臓への、ドラッグデリバリーシステムですね、DDS の、スペードをさらに上げるという必要もあろうかと考えております。で、企業様への期待といたしまして、非臨床 POC の取得のサポート をできればお願いできればというふうに考えております。で、また様々なモダリティであったり、DDS 技術、あるいはバイオインフォマティクス、AI 技術、AI 創薬技術などをお持ちの企業様と、共同研究できればというふうに考えております。で、本技術に関する知的財産ということで、このような、発明を、昨年末に、音楽に、付属で、出願しております。で、近々 PCT 出願も予定しておりまして、時間的に非常にタイトではありますけども、もし可能であれば、共同出願なども、交渉できればというふうに考えております。
で、これまでの産学連携の経験ということで、まあ、この技術に関しまして、限定で少しご紹介させていただきますと、3年ほど前に JST スコア、早稲田 PUC ファンドというふうに採択していただきまして、今日ちょっと配布資料には盛り込んでないんですけども、前半でお示ししました市場調査などを行いました。で、まあ、それをもとに、その翌年、まあ、東京都が実施する、創薬医療系ベンチャー支援のブロックバスター東京という、アクセラレーションプログラムに採択されて、で、昨年から、まあ、企業も視野に入れて、活動というのを行っております。で、こちら最後になりますけども、まあ、お問い合わせと先といたしまして、まあ、本学のリサーチ・イノベーションセンター、知財研究連携支援セクションにご連絡いただけましたらと思います。特に、個別でご相談いただけましたら、特に秘密保持契約等を結ばずに、ターゲットの情報、化合物の情報、あるいは、開示可能なデータというのをお見せしたいと思いますので、ぜひ送ってコンタクト、お取りいただけましたらというふうに思います。以上です。ありがとうございました。